こんばんは。RWS ドリブル塾静岡支部の亮太コーチです。はい、今回の、YouTube 動画なんですけれども、今回は喋、り動画的な、感じで、行わせていただきたいと思います。で、その喋りのまあね内容なんですけれども、まあ、よくね亮太コーチが、お父さんお母さんですね、保護者の方から、まあ、よく言われる質問を、まあ、何点か、亮太コーチなりの、回答で返していきたいと、思いますので、ぜひね、まあ、聞いてみて、参考になればと思います。で、まあ、全部はね亮太コーチの回答が正しいとは思わないので、まあ、いろんな意見の、ね、見解もありますので、そこは、ご了承のほどよろしくお願いします。まあ、どうしたら、まあ、上手くなるかなんですけども、まあ、これ結論言えば、まず練習してください。まあ、本当これだけだと思うんですよね。はい、まあ、とにかくまずボールに触れること、うん、まあ、テレビ見ながらでも、本当に椅子に座ってながらでも、まあ、ボールに触れるっていうところから本当に始めれば、本当にボールを触って、ボールとやっぱね友達になるっていうのが本当に大事になっていくと思うので、まあ、どうやったら上手くなりますかって言ったら、本当にもう最初にも言ってましたけど、本当にとにかく、練習ですね。練習を、してください。はい、以上です。そうしましたら、2個目の質問で、どういう自主練を、したらいいのかっていう質問もよく、聞かれます。まあ、この質問に対してなんですけども、まあ、自主練は、まあ、人それぞれなんで、まあ、何やれとも言えないのであれなんですけども、まあ、今の時代YouTube とかね、まあ、インターネット SNS 系で、まあ、いろんな方たちがいろんな動画を上げているので、まずそういうのを見て練習するってのが一番だと思います、コーチは。はい、まあ、何やったらわからないで終わっちゃうんじゃなくて、その見て初歩的なボールタッチとか、まあ、そういうところからまず入り込んで、自主練っていうのはやれば、おのずと、まあ、できることもやっぱ増えてきて、まあ、サッカーより楽しくなっていくと思いますので、本当にいろんな動画たくさん見て学んで、それを、試練に、持っていって練習すれば、すごいそれがためになると思うので、ぜひ本当にもう SNS とか YouTube とかで、まあ、調べて、まあ、検索すれば、まあ、こういうダブルタッチとか出らし子とかメニュー出てくるので、まあ、そういったね検索して練習をすれば、いいと思います。はいはい、そうしましたら、最後、亮太コーチから、まあ、お父さんお母さんや、子供たちにね、まあ、伝えておきたい、ことを、お話しいたします。はい、そしたら、まずね、亮太コーチも最初からねいろんなことがね、やっぱ小学校の頃とかもいろんなことができたわけでもないので、本当に、コツコツ練習してできるようになったので、途中でね絶対壁っていうのは絶対出てくるんですよね。どんなスポーツやっててもやっぱ壁っていうのは出てきて、そこにぶつかる、そこにぶつかった時にそれをやっぱ乗り越えられる子、ね、乗り越えられる選手にならないと、まあ、何をやってもね絶対に成功しないので、そこはやっぱり苦手なことっていうのを克服するために自分自身を成長させるために、頑張って、やっていっていただければと思います。いや決してね、諦めちゃダメです、ね、亮太コーチも今ねいろんなことを挑戦したりしたりしてるので、最初からね今一からですよ、一からやってることもやっぱありますので、それにどん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 チャレンジして練習して、最近できるようになったこととかもありますので、まずね最初から自分できないやとか諦めから入るのはダメです。うん、まずとにかくやること、うん、もう RWS でよく言うできるできないじゃなくて、もうやるかやらないかです。ここだけです。ここをやっぱりもう亮太コーチも強くまあ、スクール生にも、指導しているので、まあ、ぜひねこの言葉がね、他のねスクール生じゃない方でもね新規の方でもね、伝われば良いなと思います。ぜひ、今日の、この喋り動画のご感想ですね、まあ、何でもいいので、もしよかったら、コメント欄の方に、よろしくお願いします。はい、そうしましたら、ご視聴のほどありがとうございます。また来週。